はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。今日はね、私の動画の編集を見ていただきたいと思います。これです。 iMovie っていうやつを使ってます。で、まず最初開くとこういう画面になりますね。で、編集したい、素材をね選びます。自分の写真というか動画の中から使いたいやつをこうやって選んで、取り込みます。で、取り込んだら、まずね、こうやって一番最初にまず頭まで戻りますね。で、戻って戻ってね、ちょっとずつ切っていくんですけど、まあこれ使い方ざっくり言うとね、簡単です。切りたいとこ押して削除をしていくだけですね。私はこの iMovie だけで全部やってるんですけど、まあ見てこれいただくと分かるんです。こうやって選んで切って、切りたいとこで切って、切ってあとは消していくだけ、削除っていうところね押していくとね、どんどん消えますので、使いたい部分だけを使っていきますね。で、切った部分にね、まっすぐの線出てると思うんですけど、その部分は画面の切り替わりのエフェクト入るんで、そこも自分で何点かあるんでね、そこから選べますね。で、私はこの iMovie だけで基本普段の動画は撮ってますね。オープニングとか作るときは違うアプリもちょっと使ったりするんですけど、基本はこの iMovie だけでやってます。で、なんでこれやろうかと思ったかというとね、動画撮りたいけどね、編集がわからないとかいう方がもしかしているといけないなと動画はね、今iMovie じゃなくてiOS のね、iOS に標準で、画面録画のアプリあるので、それで録画するだけなんで、あとはねこうやって編集簡単にやっていくとね、ちょっとした動画は作れると思いますのでね、皆さんガンガン動画撮ってアップしてアフターパルスをね盛り上げて行っていただければと思ってね、これ今日撮ってます。で、これはね今日アップした分のタイガーのやつの動画をね、編集の場面をそのまま使ってるんですけど、簡単ですよね。今録画も簡単だったし、あとね、ボリュームの調節とかが若干あるんですけど、その辺はやりながらね覚えていくといいと思います。やってるとねすぐ慣れてきますのでね、こうやってどんどんこのなんだ実況ないシリーズに関しては、自分はどんどんデスの場面のカウントダウンとか切ってますんで、ちょっとでも曲に合わせて時間調整してるんでね、BGM に合わせて、なんでいらないとこバンバン切っていきますね。で、それでも合わないときは早送りとかできるんですよ。切ってね、適者に合わないとこは2倍速まではできますので、それで時間調節しながらやってますね。こんな感じでどんどん編集していきます。これで今切ってますね。デスした場面、これで、リスした場面まで選んで切って、この間を削除です。はい、こんな感じです。簡単です本当、最初自分全くの素人で、動画の編集とか一切やったことなかったんですけど、こうやってできますので。で、ラストはね、これでラストもうこの辺かなっていうところで、切ってあとは全て削除ですね。これで、はい、これで切って削除です。はい、違うな、切って削除してますね。で、これで今ね、エンディングの部分のひよこの映像を選んでるところでね、これで選んで、プラスで選ぶとこうやって、で、これで貼り付けてますね。はい。で、ここにまた音を入れていくんですけど、音はこうやって、自分のね、アルバムの中とかね、写真とか、中から、ビデオを選んでも、音だけ入れることもできますので、好きな音楽のビデオとかね、音だけ入れたりできますのでね、簡単です。はい。で、あとはこれ何でした、最終の調節ですね。だいたいこう見て頭まで戻ったら、今度は BGM 入れてますね。これも自分は NCS の YouTube から引っ張ってきていつも使うんですけど、こうやってこの中から今日はこれって決めて、下のこのギザギザのプラスってやつ押すと音だけ入ります。はい、これでね一通り、できました。あとはオープニングを保存しているやつくっつけてやるだけですね。これ今自分音量の調整してますけど、この音量もやっていくとどれぐらいのパーセントにするとね、だいたいバランスいいかっていうのが分かりますので、それでねやってますね。で、これで実際音を鳴らして音のバランス聞いてますね。はい、ということで編集はこれぐらいですかね。
あとあれがありましたね、動画の中にテキスト文字を入れるやつですね。自分がこのシリーズでいつもタイトルに字入れてますけど、その文字入れるやつですね。それを今やると思うんですよね。あ、ここですね。はい、ここでね、タイトル入れたい部分の、フレームで切ります。はい、これで切って、でこの切ってある間にだけねテキストが入りますんで、でこの T を押して、でテキストのスタイル選んで、こうやって、入力していきますね。今日の場合は LSM の7タイガー、 LSM7 タイガーで、ランアラウンドアンドファイトということで入れてますね。はい、でこれでこうやって簡単ですね、普通に入力していくと入るのでね。でこのテキスト入れるときになんか変な効果音がついてるんですけども、それはもうそのまんまにしてます。多分一回ここで編集して音消してやると、なんだこのタイトルの音消せると思うんですけども、そんな気にもならないのでね、自分はもうそのまんまにしてますね、音は。はい、はい、これでタイトル入れ終わりました。はい、でこれでもう一回確認ですね。これで再生して確認します。戻して、でこの部分から再生して、最終確認ですね。はい、こんな感じで、タイトル入ってますね。はい、ここで、フレームが切れたところで、はい、消えますと、こんな感じですね。ぜひ、皆さんね、編集うまく使ってみて、動画ぜひねアップしていただけたらと思います。あとはゲームだけじゃなくて、これ以前自分がアップしたやつなんですけど、こういうね友達と遊んだり、そういう動画もね編集できたりするようになりますんで、ね、なかなか役立ちますので、ぜひねこのなんだいろいろ編集アプリあるんですけど、iMovie が今のところ私は一番慣れてるんで、まあこれでやってますね。ということで、動画編集の方法を今日やってきましたけど、ぜひね役立ててくださいということで、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。